団が駆けつけておりまして、ご覧のように花束が贈呈されおっとかけた V ご飯の本人袋の方が切れました。アシュラハラ9番アサシンに向かいました。そしてチョップ首投げ蹴りつけます蹴りつけます。挑発を無視して花束贈呈を受けていた花、その花束をアサシンが一つもみくちゃにしました。ここで怒りが爆発した感じ。9番アサシンが紹介されましたが、ブーイング9年間のお客様からブーイング、そしてアシュラハラ注目のアシュラハラの対戦副第1戦勝てました。飛び込みました注目戦、それをうまく軽くアシュラハラ進む。改めましてアシュラハラが3発4発フライング、そしてラグビータックルが出ました。その水野さんのシングル実現には何としても今日のこの朝日がロープで外に突破を突っ込みました。グランドでのサイドヘッドロックが決まっておりますアシュラハラ。トローリングして腹の肩口をスピンさせようという9番アサシン、しかし非常にバランスのいい動きでこれを連続いたしました。アシュラハラ依然としてサイドヘッドロック、おそらくこれは9番アサシン、ちょっと体勢が低かったが、門馬さん、はい、バックトロップを狙った感じでしたね。このアサシンの場合はですね、ロープ際、それからコーナー際、それから返し技、また逆転がありますからね、原選手がその自分なりのペースと思って攻めてもですね、はい、返されますからね、そこら辺ですね、一番怖いのは。今度は横からのベアハッグ、サバ売り気味に締め上げます、9番アサシン。昨年の7月、日本を出発いたしました原進、カナダのカルガリー、そして東部のブランズウィックを転戦いたしました。そして昨年9月にはオッズカウント1、ヨーロッパの西ドイツで行われましたハノーバー国際トーナメントに出場いたしまして、見事4位優勝、原進がホールの体勢に持ってきます。ああいうボディスラムがいいですね。そうですね、やはり反応をつけてね、頑張れ。ようやく攻撃のきっかけをつかみました。9番アサシン強引にアシュラハラの髪の毛を取りまして引き起こしました。そして大きくトリックいたしました。セカンドロープの上からアシュラハラの体がリング下に転落いたしました。9番アサシンもリング下降りた。エプロンのところから大きくスタンプイン、そしてハラスキンも障害弾頭に巻き込みました。大きく本部席の、机に一つ叩きつけまして、9番アサシン、そうそうとリング内に戻りました。このアサシンですがね、リングアナポルクになりましたね。なりました、はい。かつてはいわゆるキューバの暗殺団ということでコンビを組んでスタートになりましたが、そのいわゆる暗殺団タッグチームは昨年すでに解散したそうであります。9番アサシン、このアサシンをまたレッグロック、アシラ原が足を封じての攻撃を見せます。あるいはこのパイオニアシリーズ中スミルノフとのシングルマッチが実現かという大きな話題を呼び起こしましたアシュラハラ、そしてその後のハラスムにまつわる話題を拾ってみますと、3月にはヨーロッパの WW ジュニアヘビー級チャンピオンのミル・ツルノとのタイトルマッチが予定されております。大きく持ち上げた、叩きつけましたアシュラハラ。この辺りは実にスケールの大きい豪快な攻め方を見せております。凱旋帰国第1戦、宮殿記念体育館のリング上のアシュラハラ、今の攻めですがね、先ほどのボディスラムとああいった力技ね、はい、原選手らしいものをこれから一つ作っていけばね、これかなりの大型レスラーになってきますね。その原をロープに飛ばした、帰ってくるところカウンターのキッチンシンクが出ました。2バットアサシンの攻撃、ちょっと動きが止まりましたが、ハラスムフライターを蹴りつけます。アサシンリングサイドセコンドについております。先ほどそのコメントを皆様にお届けいたしました稲妻二郎が頑張れ頑張れという大きな声援、ロープに飛んだ、そして肩口から当たった、もう一発ロープに飛んだ、さあそのアサシンを捉えてスープレックスが決まった、ホールの体勢に入った、これと行ってみました、おめでとうアシュラハラ、大
凱旋帰国第一戦見事に飾りました。